ココハラちゃんの LINE スタンプが出ます。てっ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 てよいしょ、やっほー、皆さんこんにちは、ココハラこのみです。はい、今日はとっておきのお知らせがあります。タイトルにもある通り、なんとこの YouTube チャンネルのオープニングに出てくるココハラちゃんの LINE スタンプが出ます。ありがとうございます。めでたいです。でもこれも皆さんのおかげです。今日はですね、 YouTube チャンネルのオープニング、そのココハラちゃん動いてますよね、その映像制作をしてくださっているこの我らがチームの一員であるみなみさんに今日はお越しいただきました。ではどうぞ。お邪魔します。どうぞどうぞ。はじめまして。はじめまして。失礼します。どうぞどうぞ。はい、はい、じゃあみなみさん自己紹介をお願いします。はい、軽くご紹介していただいたんですが、私は小原好美さんの YouTube チャンネルのオープニングの CG アニメーションと全動画の編集を担当させていただいております。みなみと申します。突然出てきてしまってすいません。今回は、はい、小原さんのキャラクターであるココハラちゃんが大人気ということでね、ファンの皆さんが、LINE スタンプ作ってくださいっていうお声をたくさんいただいたので、私がその LINE スタンプを作らせていただくことになりまして。仕事が早い。といってもですね、まだ全部完成しているわけではなくて、はい、半分ぐらいしかまだ完成してないんですけど、はい、完成している分だけでも小原さんに直接お見せできればいいなと思って今日来ました。ありがとうございます、はい、じゃあこれを見てる皆さんもちょっと見れるのかな。はい、ちょっと一緒に見ていこうと思います、はい、じゃあちょっと紹介していこうと思います。はい、今ちょっと画面見えてるんですけど、全部で16個スタンプが出ます。はい、上に並んでるのはもうできてるやつなんですけど、うん、なんかどれが一番気になりますか。あ、でもオープニングでヤッホーって言ってるからかわいい。この感じの友達に今何してるみたいなテンションで、うんうん、使いやすいですね。使えそうなスタンプになってます。で、一応使用イメージが、あ、本当だ、こんな感じで LINE の画面には表示されるよっていう風になってます。ありがとうございます。はい、じゃあ順番にお見せしていこうかな、うん、はい、まずこれもかなり使いやすい感じの、かわいい、OK スタンプですね。はい、これは結構あの全身が入ってて、うん、あのココハラちゃん等身が 2.5、 等身2万ぐらいで、ちょっとそれがすごい可愛いので、うん、全身入れた感じのスタンプです。ありがとうございます。あとこれ私個人的にすごい気に入ってるんですけど、ハートを、かわいい。私このポーズよくやります。あ、本当ですか。こういろいろあると思うんですけど、いろいろありますよね。結構これやるんで表情がいいですね。いや、そうなんですよ。結構そのオープニングに出てくるココハラちゃんは割とポーカーフェイス目なんですが、ラインスタンプではね、表情豊かな感じを見せていきたいなと思ったんで、うん、はい、いろんな表情をしてるココハラちゃんが見れるかなと思います。はい、次がこれ、ついさっきできたんですけど、かわいい。これキラキラの、キラキラしてる。美味しそうな時とか、うんうん、いいなって時に見えた瞬間。結構これも使い勝手良さそうな感じで、自分で使いたい。そう、あの今回はファンの皆さんはもちろん、あの小原さん本人にも、はい、あの使っていただけるようなスタンプを作れるように頑張っておりますので、残りの分も、はい、お待ちくださいという感じで、はい、まあ多分このビデオを見てる当日にはもう発売されてると思いますが、めでたいですね。はい、これも結構可愛い感じなんですけど、あ、すごい、また違う衣装だ。これも使いやすいですね。そうですね、もう起きたらいつだって誰にだって送れるよみたいな感じで。次、おやすみ、同じパジャマの歯磨いてるココハラちゃんですね。おやすみもよく使いますしね。そうですね、そろそろ寝たい時どうやって、うん、会話終わらせればいいんだろう。時にもこれさえ押せばもう寝れる。で、あのこれがちょっともしかしたらボツになるかもしれないんですけど、あ、なんだ、ちょっといいじゃん。あの私個人はすごい好きなんですけど、はい、もしかしたらちょっと怒られてっちゃうかもしれないので。誰に、まあ、あのなんていうの、パロディ元と言いますか。はい、そうですね、これがボツになった場合、あのここも全部カットになります。わかりました。でも面白いです。あ、で今、うん、もうほぼ完成してるんだけど、まだ書き出してないよっていうのがちょっと見えてるんですけど、これですね。あ、かわいい。声優さん好きな方は結構推しがいる方
まあもちろん小原さんのチャンネルを登録している方はみんな小原さん推しということでね、あの推し活中の皆さんに使っていただけるちょっとニッチなスタンプになっております。いやでもこれもいいですね、うん、なんかこう使いやすいものをたくさん入れつつ、ここはらちゃんスタンプらしいものも入れつつっていう感じを目指しているので、使いどころが多くはないかもしれないけど使いたい時にバシッとハマるスタンプになっております。はい、ありがとうございます、はい、というわけで完成しているスタンプはこれで以上という感じでね、あと 1,2,3,4,5,6,7,7 個あるので、はい、ちょっと頑張って、はい、作っていきたいと思いますので、完成を楽しみにお持ちください。ありがとうございます、はい、ということで先ほどもありましたが、この動画が流れている頃にはその LINE スタンプが発売になっていると思います。今画面で見た通りとっても可愛かったでしょう。キャラクターでのこう LINE スタンプとかっていうのはありますが、自分自身のスタンプが出るっていうのはなかなかないことなので、確かにとっても嬉しいので、ぜひ皆さんお揃いにしていただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。気をつけて帰ってね。お知らせしそびれてしまいました。大事な部分を忘れてしまいました。先ほどご紹介しました LINE スタンプなんですけれども、本日からということなんですが、詳細は今映像を見ていただいているところの概要欄か、もしくは公式 Twitter から詳細チェックしていただけたらゲットできますので、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。改めてバイバーイ。